では、おはようございます。おはようございます。今日は、平成26年の8月じゃないない7月8日、7月8日火曜日、私の定休日でございます。当初はハブの海岸で七輪持ち込んでバーベキュー、まあ、バーベキューのようなものをしようと企画しておりましたが、あいにくのね、そろそろ台風が来るという雨で落ちて、屋内に切り替えましたけど、今外はちょっと晴れてるというね。すごい天気で、なんかこう釈然としない感じで屋内でやりますけれども、今日はそんな感じで、七輪焼きでわーわーやるつもりだったので、七輪焼きはかなわぬまでも、はい、たこ焼きでやりたいなと思っております。で今日はい、すごい具がいっぱいあって、はい、ちょっと今朝頑張ってみましたBGM は昨日適当にあのプレイリストを作って7月っぽいのを入れたんだけど、そうでないのも入ってるから時々こうやり替えますね。今これ大巻バーミドリ好きなよね。これね、俺がガキの時に幼稚園ぐらいの時からみんなの歌で大巻バーミドリが流れてて、白黒のテレビだったと思うけど、ぼんやり覚えとるのは草原が浮かぶんですね。草原が映るんです。で、この歌が流れる。大巻バーミドリってのがすごくワクワクとするんですけど、はい、思いつきでバーッといつものように喋ってるんでどうなるか分かりませんけど、とりあえずじゃあ乾杯ということで、はい、残念ながら夏美ちゃんが当番の都合で今日はアルコールがいただけないということなんで、その分沙織ちゃんが頑張って飲んでいただいて、じゃあちょっとビール、ノンアルビールと生ビールと、生ビールも準備しました。あ、ノンアルこっちだ。はい、あとお茶が良かったらお茶もあるけんね。それで、あ、スイッチ入れた今。はい、入れました。賢い。で、それが温まる間ですね、これね、結構うまいんだよ。いや、もう見るからに美味しそうですよ。それつまんで。じゃあ、いただきましょう。すごい。いいんですか、こんな朝から。豪華。めっちゃ豪華です。私が生ビール注ぎる間話が途切れるので、そちらで適当に話しててください。ローストビーフ、これ幅さんが作ったとかじゃないんですね。ね、厳密に言うとローストビーフではなく牛肉のたたきです。今朝作りました、さっき作りました。すごい出来たてのやだから美味しいよ。すごい料理すごい上手なんですよ。そりゃそうです大したことはございませんが商売その牛のたたきは昔から評判がいいです。もちろんその A 素材を使えばの話ですけどね、やっぱり肉の素材が大したことなかったらね、あかんですな。これじゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、とりあえずじゃあ乾杯。はい、よろしく。はい、どうも。今日はだからこんなのまで用意したから最低でも3時間は遊びたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。はい、じゃあ食べてみてまず。はい、いただきます。たこ焼きを焼きながら、間違ってない、ノンアルコールだよね。ノンアルですよね。だよね、違いが、間違ってないはず、間違ってない、ちょっとごめんもう飲みましたけどね間違ってない、ノンアル美味しい。美味しいですか。はい、いやすごいです、本当にすごいです。よかった。もうちょっと食レポだったら、牛肉がとろけるとろけるように、あ、本当に柔らかいです、本当に牛肉が、美味しいです井上局長には後でまた食べてもらう。なんかいつも我々だけで申し訳ない気がしておりますけど。
めっちゃ、うんうん、何ブレンドしてるんですかね、すごい、うん、甘いようなちょっと、うん、酸っぱくはないか、青じそドレッシングです、青じそドレッシング、うん、でね、この牛肉のたたきで大体はあの牛の桃のブロックを使うんですね、うん、赤身の多い部分、そのサーロインとかああいうもっとグラム1000円とかするやつもあるけど、これ実はグラム500円程度、言うてもまあグラム500円だまあまあ、ね、はいはい、だそのたたきはなぜかこの桃の部位がええらしいですね、うん、でそれをあのそこにある牛肉専門店さんで買ってきて、うん、直接直火でやるんですよ、塩コショウでまぶしといて、ね、うん、すごい、さてでは、はい、温まって、なんかさっき聞くと沙織ちゃんが経験があるらしいんで、はい、頼もしいだけたこ焼き奉行によろしくお願いしますよ、ハードル上げてよし、これも今朝シコシコ作った、あのね、これも昨日いろんなサイト読んでね、そのたこ焼きの大阪のたこ焼き屋のおっちゃんのレシピを採用、ほとんど採用しました、ベーキングパウダー入ってるしね、フレッシュミルク入れたしね、いろんな入ってるんですよ、確かになんか違う気がする、うん、卵も入ってるし、なんかすごいとろみが、うん、あ、そうそうそう、そのとろみでもでした、山芋すっとんや、あ、ですよね、すごいなんか山芋すり込んどんよ、とろとろしてる、はい、で適当に好きな、はい、うん、適当にやっちゃって、で具を適当にのせた後で、あとまたこれ足して、で焼き上げますから、でひっくり返しは沙織ちゃんとなずみちゃんに、はい、で具は、まあ、タコで天かす明太子チーズネギ、はい、そんな感じで、はい、よかったらキムチなんかも、手でやっちゃい、ネギ入れていいですか、やっちゃい、なんか結構性格出るよね、もう大雑把な感じが、私も大雑把で、さっき川田さんが一個一個に入れとったからすげえと思う、結構ドバって、私ももうドバーって言える、周りにあふれるよ、周りにあふれます、紅生姜、これ考えたら熱のサーモスタットついとるんだろうか、このたこ焼きって、うん、あ、サーモスタットってわかるかな、わからんか、わからない、あんまりあったかくなりすぎたら電源一旦止まるとか、冷蔵庫なんかについてる、今は冷蔵庫ってそんなのないかもしらんけど、まあ、なんかえらいこう熱しすぎるような音がしたけん、ちらっとそれが頭をかすめたんやけど、サーモスタットで思い出した、昔理科で習ったバイメタル、バイメタルって知っとる、バイメタル、あのね、これ今思いついたけど、ようできた言葉はバイリンガルってあるじゃない、はい、バイリンガルって日本語と英語喋れるとかいう2つの 国の言葉を喋れる人のことをバイリンガルって言うでしょ、バイメタル、俺バイメタルだけどバイメタルかじゃん、バイメタルは2つの金属板が張り付いとるんです、あのなんていうの、あの伸びの違う、熱伝導の違う2つの金属板が張り付いてて、あったまりすぎると熱伝導の高いやつが伸びていくからこうなるんです、で冷めていくとそれが縮んでくるまた戻るんです、でこうこうこう、要はその熱によってその2つの性質の違う金属がこうこうなるわけで、こっちに接点があればついたり消えたりする、確かサーモスタットってそのバイメタルの作用だと習った気がします、なんかすごいもう焦げてるような気がするんですけど、そうだろ、はい、なんかそんな気するよ俺も、あ、少し上足そうか、はい、なんか結構やっぱいい、すでにもういい焦げ目がついてる、少し足すね、はい、この火加減がもしかしたらこのたこ焼き器は増えてなんかもしれんね、それからさっきも話したけど
もしダメだったらこっち導入。これ実はさっき沙織ちゃんには言ったんだけど、昔これこうて使いよったよ。で、今日これやるにあたって探しても出てこなかったよ。これ探しても出てこないのはないと同じじゃと思ってこれを取り寄せたんですよ。だからまあまあ後から探して出てきたから、まあこっちが具合悪かったらそこにカセットコンロあるけど、カセットコンロならね、あの火の調節はできるからね。なのでやっぱり使ってみると一丁一短分かるな。あ、やっぱりほらよう焼けるとことそうでない部分があるんだね。この辺がそうでもなくてこっちが先に出てるね。違うの、すごい焼けてる。うん、あ、でもまあまあ食えるほどの焦げじゃなくてよかったね。わー、いい。この曲が俺が小学校6年の時に流行った。聞いたことないです。あれ夕日の恋を、これ町秋が歌ってる、夕日が泣いてる、町秋が歌ってる。スパイダースというグループがあって、グループサウンズ、この歌すごい好きで、当時俺珠山塾に通ってて、あの頃の小学生って大概珠山塾通ってよ。ここまっすぐ行って羽生郵便局のまだ奥の方に行ったら山下珠山塾であって、今もう当然もう辞めてしまってるけど、そこへ行き帰りの時にちょうど夕方になるんで、これ大声で歌いながら入る。小学校6年だったと思うな。渋いですね。うん、昔から結構歌好きなんや。うん、いろいろ入れた。はい。落ち着いたらちょっとワインも出そうかと思ってます。ドイツのね、やや辛口、ドイツはやや甘口が多いんだけど、やや辛口の白ワインを用意してるんです。たこ焼きに合いそうな気がするね。気がするだけで実際にやってみるのはわからないけど、ね、さあ焼きながらでいいです。7月といえばということから始めましょうか。はい、7月といえば、七夕といえばやっぱり七夕じゃないでしょうか。あ、昨日七夕だったね。そうだ、昨日こそ天気悪くてひどい七夕だったね。はい、森姫と彦星は。でもなんかした？いい、してないです。そうだよな、あの天気じゃなんかする気にならんわな。で、七夕に関して何か思い出はありますか？に関してはというより、私七夕、教科書とかではよく天の川とか 見るんですけど、うん、実際見たことないなって。天の川？はい、ふと思いました。でもあっちの方はすごく星空が見えて、星はすごい、天の川も見えそうな気がするんだけど、7月7日になると、うん、お兄ちゃんとかと、うん、今日七夕やねって天の川見えるかなみたいなのを、うんうんうん、してた記憶はあるんですけど、うん、見えた、あれが天の川かってなった記憶がそれもしかして沙織ちゃんさ、声にくっきりこうカーブになってる思ってるじゃない？そうじゃないんだよ。なんか星屑がこう割とこう固まってる感じが天の川で、昔はここらでもね、意識してずっと見てると、もしかしてこれが天の川いいのがあったかもね。それがあの前にそら、あの四万十の宿泊まったりでしょ、はい、あの時には天の川という季節じゃなかったかもしれんけど、すごかった、星屑が。星屑はもう毎日のように見るんですよ。それこ そうもう全部これ天の川なんじゃないかと思うぐらい。星屑がすごすぎて天の川のぐったら境目がわからん。いいな、贅沢やな。なるほど、そう言われてみれば、ほんのあの四万十で見た時に天の川という感じがする。星屑がすごいなと思ったね。見えすぎて見えるんですよ、うん、一面。どう？焼けた感じ？いい感じに焼けてきてると思います。じゃあ適当にもあの自家橋でけん取ってね、はい、ソースかけて、あとあのかつお粉と青のり適当に自分の好みで振りかけてやっちゃってください。はい、相当種用意するけどね、しっかりあの何回でも焼いてもらいますよ。はい、はい、
その間いろんなことを喋りたいと思ってます。頑張ってください。今日ちょっとね、俺ね、下手に3時過ぎぐらいに目覚めた。最近ね、年のせいか夜中に目が覚めて、もう一遍寝たのに寝れなくて、結局今朝ね、ちょっと睡眠不足気味で申し訳ありません。頭ぼーっとしてるから、いつものようになんかちゃっちゃちゃっちゃ、いつももそう大して喋ってないんだけど、今日はだからあなた方にリードしてもらう必要があろうかと思います。というか、もうそのぐらいの方が多分いいんじゃないかなと。はい、頑張ります。はい、どんどん話を振っていってください。はい、じゃあちょっとワイン開けてみようかね。夏美ちゃんにはノンアルコールワインを用意してるから。そんなのあるんですか？まあ言うたってグレープフルーツジュースみたいな、グレープフルーツじゃない、グレープジュースみたいなもんだけど、でもやっぱり一応ワイン風に仕上げるのは仕上げてるみたい。これがノンアルの方？そう、ノンアルです。まあ気持ちだけでもワイン気